フラットフィールドは神奈川県厚木市に本社を置く日本の輸送機器メーカー。トラックバスなどの大型商用車を中心に市販車の抵抗会社への改造を行う。天然ガス自動車、水素自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ガスタービン自動車など幅広く抵抗会社の研究開発、製造を行っている。 1995年11月に会社設立。大阪で自動車販売業を営んでいた平野智和が抵抗会社の研究開発と市販車の CNG 改造を目的として設立した。当初は東京都渋谷区に本社を置き、東京都東村山市に開発センターを設置していたが、神奈川県厚木市岡田に本社と開発センターを移転している。特に、 バス車両の CNG 改造では株式会社協同と市場を二分し、そのためコミュニティバスにおける小型 CNG バスは東京都と埼玉県において早くから普及した。フラットフィールド製の改造車の販売は住友商事が担当する。また、フラットフィールド製の CNG バスのボディ改造は2000年より柳瀬製造事業部が行っている。 屋根状のガスボンベ収納部分の FRP 製カバーは2001年5月の小田急バスのエアロミディ MJ を除き、それ以降は柳瀬のデザインによるもので直線的なデザインが特徴となっている。株式会社共同の改造車はボンベ収納部分が丸みを帯びた曲線的なデザインとなっているため、この部分で CNG 車の改造メーカーが判別できる。 1998年にバス車両の CNG 改造を開始し、三菱扶桑エアロミディ MK を2台 CNG 改造して、株式会社共同の親会社である共同観光バスへ販売した。CNG 社の導入にあたり、共同観光バスでは熊谷営業所に CNG 充填施設を建設している。フラットフィールドから購入した2台の MK が、 共同観光バスの最初の CNG 車であったが、共同観光バスではこれを企業送迎バスとして使用していた。共同観光バスでは、フラットフィールドの改造車や国産メーカー純正車、輸入車のクセニッツシティなどの CNG バスを導入してきたが、株式会社共同がもともと自動車整備業であったことから、2002年からは自社で CNG 改造車の製造事業に乗り出すことに、 なったのである。このようにフラットフィールドは CNG 自動車や CNG バスの改造を手掛ける専業メーカーとして日本国内で先駆的な存在であった。しかしその後、年々強まる排出ガス規制により、ディーゼル自動車の抵抗外性能が向上したこと、天然ガス価格の高騰により、軽油の方が割安になったこともあり、CNG バスは普及しなかった。 CNG 自動車改造専業メーカーとして出発したフラットフィールドであったが日本政府のエコカー政策の転換により抵抗会社の研究開発の中心が電気自動車やハイブリッドカー車燃料電池自動車などへ移ったため近年はそうした分野に力を入れている小金石ココバス乗りエッセとココバスミニのハイエースともに CNG 改造車 CNG バスの改造は、日野自動車と三菱不走トラックバスの小型バスマイクロバスが中心となっている。CNG バスのガスボンベは3本使用し、室内や床下に搭載する場合は、堅牢な構成ボンベ、屋根状に搭載する場合は軽量なアルミライナー複合容器のボンベを使用する。2ステップのリエッセは、屋根状に軽量ボンベを2本乗せ、床下の燃料タイプ部分に、 構成ボンベ1本を設置する。d s セでは2003年に1月納入の東村山市グリーンバスでは CNG タンクを屋根状の全部に置いていたが以降の車両では全軸の耐荷重の関係で仕様を変更し屋根状ガスタンクの位置を後方にずらしている。ノンステップバスは床下に設置スペースを取れないため屋根状に3本積載する。エアロミディ ME では 車幅の狭い屋根状に3本ボンベを積むため、重心が高くなり、点灯角度に注意を要する。以下、改造車種の出展は、フラットフィールド公式サイト、天然ガス自動車による。日野自動車日野、リエッセ車両の詳細については、各路線の記事を参照。日野、レインボー HR 三菱ふそうトラック、バスエアロミディ MJ、エアロミディ ME。ありがとうございます。